2019明治安田生命 J3 リーグ第14節、福島ユナイテッド FC 対セレッソ大阪 U23 の一戦をお届けいたします。舞台は福島のホーム東邦みんなのスタジアムです。福島ユナイテッド FC の今日のメンバーです。セレッソ大阪 U23 の今日のメンバーです。仙台の下部組織出身でもある堀田、ルヴァンカップのプレーオフ、お強い、抜けてきた、チャンス、ブロック入りました。最後川西、中島が抜けてきていました。もう一回入れ直して中島に合わない。前で川西、もう一回ディフレクションあって抜けてきた、チャンス、浮かせてファーザー、イスマイラ抜ける、もう一回雪折り返し、雪に当たった、入れ直してファーサイド、ヘディングシュートだ。波状攻撃見せました福島。壁に当たります。拾ってえぐって折り返し、ボレー、沢上のボレー、先制はセレッソ大阪 U23。 セットプレーの流れの中から先制点を取ってきました。今季 J3 ではこれが初ゴールになりました沢上。セカンドボール拾った小野沢の突破から見事なボレーシュート。ペナルティスポットの近くに、イスマイラ、坂田、それから川西がいます。イスマイラ、ゴール右に外れていきました。下川、沢上、左足を抜ける、追いついた、左足、安藤が左足で最後狙っていきました。ものすごい加速でした。残ります、イスマイラキープ、中に遅れた小豚が入る、星のシュートだ、ナイスキーパー、茂木のナイスセーブ。スローインで体を入れて前を向く、こぼれて星、えぐって折り返し、イスマイラの折り返し、どうかな、入ってない、入ってない、あと少しでした福島。ただなんとか書き出したセレッソ大阪 U23。 イスマイラ、イスマイラ、同点、追いつきました福島ユナイテッド FC、 1対1。
ここで茂木が守っていたゴールをこじ開けました福島ユナイテッド FC。 アディショナルタイムは4分です。今2分と出ましたが正式には4分です。こぼれる、フリーだ、振り抜いていきましたが樋口枠を捉えることはできませんでした。まだプレーを続けます。西尾クリア、大きなため息に包まれました東方みんなのスタジアム。試合終了、1対1、引き分けに終わりました。